に入りたいと思いますが、その前に本日の中実行を申し上げます。えなこさんは藤上さんが演じていらっしゃるアリスがサリオリを、つんこさんは港トライブのリーダーの神谷春の衣装をまとっていただいております。ちょっとお立ちいただき見せていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。後ろとかどうですかねわ。すごい細かいところまで作り込まれていらっしゃって、いや可愛い,いですね。キャラクターのコスプレしてみていかがですか。 ははい、第一印象とか衣装の見どころとかポイントとかお伺いいでできればなと思いますすそうですねあの私、なかなか普段こういったあの金髪というか黄色に近い色のウィッグをかぶるコスプレをしないので結構珍しいなと思ったのと普段あのお仕事でも私自分でウィッグを調達するんですけどとにかく色に悩んだ思い出がありますね。 その後にまあセットしてていいただいてで衣装も作っていただいたんですけどその時も二次元のスタイルをこう再現できるようにスカートのこう位置をちょっと上めにしていただいたりとか結構私自身もあのこだわらせていただきました。 並んでで写真撮りたいですね, <laughs> ねえ、えー、えどうしようなんかすごい可愛らしすぎるからなんか並ぶのも申し訳ないような <laughs> いやいや。<laughs> 次に神谷旬をコスプレされてるつんこさん、はいはい、同じくコスプレをしてみていかがだったでしょうか第一印象見どころポイントなどお伺いできればなと。はいはいはい はい、キャラクターを見た時にもうめちゃくちゃ色白だなと思ってちょっとびっくりしたんですけどもとってもビジュアルがかっこよくてお声も石田明さんということでめっちゃテンション上がってコスプレできるのとても嬉しいなと思っていてそのやっぱ髪型がですねちょっと超次元といいますかそうですねふわふわしててんなんかそれをめちゃくちゃ綺麗に再現していただいてそういうところも見どころかなと思っていてちょっと衣装は。 シンプルなんですけどシンプルだからこそなんていうの長さとかシルエットとかをめちゃくちゃこだわっていただいたのでそういうところがおすすめ見どころかなと思ってます。